の傑作間違いなしだ。おめえ手伝ってくれねえか。ああ、ニブルヘイ、わざわざここに来たがるなんてな、信じられん。なんか臭いよ。うわ、これ何なの。この霧は呪われている。呪い。その通り。少しなら無害だが、吸いすぎると死ぬ。これだからニブルヘイムというのはたまらんの。おい、ここだ。わかった、見てみよう。これは何？変なの。そうだな、珍しい素材だ。シンドリも来てたなんて。この霧気持ち悪いのに。呪われた霧ぐらい手に負えないとでも。ええ、無理ですよ。霧の毒を弱める鎧を作るつもりだったんですが、必要な素材は全てイーバルディの工房にありまして、当然のことながら全て霧の中なんです。この流れは。最後に鎧が確認されたのは工房の真ん中の部屋です。入り口は閉じているので、霧の小玉があれば鍵の石を作りますよ。やっぱりな。霧の中には長いしないことですね。髪も武器も悪臭まみれになりますから。武器を改造してほしいときは、まずムスペルヘイムの炎で消毒してくださいよ。ちなみに霧は毒。イーバルディのせいでこの国はめちゃくちゃです。まあさほど変わりませんが、とにかく霧の小玉のこと頼みましたよ。何か書いてある。アトレウス、集中しろ。ここは危険な場所だ。ドワーフらしい発想じゃな。見事だが油断ならん。
キュリアか。よりにもよって。戦うんだね。行けるよ。
を見つけたんですね。しかも生きてる。さすがです。シンドリ、どうやって霧から物を作るの？どういうわけか、ここのドワーフは霧から驚くべきものを作れたとか。霧の小玉は拾っといてください。いろいろと役に立ちますので。どんな気分です？気を使って挨拶しに来なくてもいいんですよ。何でもご用意しますよ。次はどこに行く？常に清潔に。